福島みずほ君はい、えー、立憲民主、国民、えー、民主、そして新緑風会、社会民主党の、えーえー、会派の福島みずほです。私はきょう、眼鏡を禁止されている女性への連帯として、この質問のために眼鏡をあのかけております。 ちょっとしますいいやいやじゃあ <laughs> め眼鏡をかけております、職場で女性にだけメガネ禁止令を出しているところがあります、百貨店の受付、化粧品会社の美容部員、料亭、日本の航空会社の客室乗務員など、多くの企業が禁止しています、諸外国の外国のエアラインは禁止をしていないんですね、なぜ女性だけメガネが禁止なのか、大臣、これどう思われますか。加藤大臣 あの一部の企業で、えー、女性のみにメガネの着用を禁止しているという、まあ、そういった報道がなされたことは、えー、承知をしているところであります。まあ、ただあの、まあ、なかなか個々のケースについて一概には言い難いというふうに思います。まあ、いろんな安全上、メガネかけちゃいけないとか、ただそうであればです、ね、それは男性、女性問われないということになるんだろうというふうに思いますので、まあ、あの男女雇用金改均等法の趣旨に照らせば、同じ職務に従事して、同じ状況で同じ仕事をしている、少なくとも。 男女においてです、ね、男性はよくて女性がダメだめだというのは、これは趣旨に合ってないというふうに思います、はい、福島瑞穂君、はい。趣旨に反するということですが、このことで経済同友会の代表幹事はこれについて、ナンセンスだと言いました、しかしこれに続けて、私は眼鏡の女性が好きなのでと言いました、大臣、これについてどう思われますか。<laughs> 加藤大臣すみまませせんん何をナンセンセスで言ったってのはよく分かりませんし、まあ あまりそういったところで眼鏡をつけている女性がどうのこうのというのは公的な立場の方としての発言としてどうなのかなと思って聞かせていただきました。 福島みずほ君これ、個人の問題ではないんですね、職場で女性が見た目で判断され、強制をされているという問題です、眼鏡は視力補強の道具です、目の病気でコンタクトレンズができない人もいて、セルブを奪われたら仕事になりません、このニュースは世界中に、えーであの、本当に流通しました、シンディ・ロパーさんは、眼鏡のおかげで私はより効率的に仕事ができる、私の靴も職場でも快適だとコメントをしました。これらのの投稿に対して、えー、そんなの場合 かけてる仕事するには見えなきゃできないでしょう、などの海外からのコメントも相次いでおります、どうでしょうか、で連合が先日、職場の中のさまざまなその服装規定などについてアンケートを取りました、驚くべきことに、靴のヒールを規定しているところが2割なんですね。 でほんでえー、化粧、ノーメイクはダメだめだというところもあるんですね、これも本当におかしい、それが女性にだけ課されている、眼鏡禁止だったら男,、まあ、男性もというのはちょっと変なんですが、なぜ女性だけその見た目があの、えー、見た目でっていうことでなるのか、これ、明確に。 ジェンダー差別、性差別です。均等法6条は性別を理由として差別的取り扱いをしてはならないとしています。しかし、服装規定はありません。また、老基法3条は均等待遇として差別的取り扱いを禁止していますが、男女については指摘していません。さらに4条は賃金の定めしかありません。均等法6条にはっきりジェンダー差別を禁止することを明記すべきではないですか。イギリスもアメリカも諸外国はそうしています。いかがですか はい、加藤大臣その男女雇用均等法第,60第6条では、性別を利用,利用とする差別、これは禁止をしているわけですね、ただその対象に今、委員御指摘のように、服装に関するものが入っていない、じゃあ、その服装に関するものを対象にすべきかどうか。 で多分そういううういいい議論なんだろうというふうに思います、まあ、ただそう、差は去りながら、まあ、いろんなケースがあってです、ね、先ほど申し上げた明らかに変だよねというものからです、ね、やっぱりいろんな事情の中でそ,のそうした、まあ、社会的な、まあ、一般的な通念から見ても、まあ、そういうこともあるよねというものまでいろいろあるんじゃないかなというふうに思いますので。 制限をしていくというのは、えー、なかなか難しいんではないかなというふうには思っておりまして、いずれにしてもその、それぞれの趣旨を踏まえていただきながら、まあ、それぞれの現場、現場でやはりおかしいものは是正をしていただき、まあ、そうした積み重ねの中で,です、ね、また出てきたものは、われわれも受け止めさせていただくということが大事じゃないかなと思っております、はい、で福島水、はい、も穂君。 ヒールの高さが規制されている、パンプスが強制されている、男女ともにパンプスハゲじゃないんですよ、女性にパンプスが強制されている、ジェンダー差別ではないか、これは前回、根本大臣も答弁しておりますが、いかがですか。加藤大臣 まあのその一概にそのヒール云々ということで議論はなかなかできないんだと思います、まあ、例えばその女性にパンプス、男性にはこの黒のカーブスとか、例えばですね、まあ、そういった規制があるところもあるというふうに承知をしておりますので、まあ、それぞれの,あの,じょあの状況、状況を見ながら判断していく必要があるんじゃないかなと思います。 福島水君根本大臣よりぐーっと交代したんですよ、根本大臣は、やっぱりこれは、えー、ハラスメントに当たりうると、パンプスを強制することは、パワハラに当たりうると答えてるんですよ、大臣、女性にだけパンプスを強制したり、眼鏡禁止することは、ハラスメントじゃないですか加藤大臣。 確か根本大臣は同じトーンでお話をされていたんではないかなというふうに思いますけれども、例えばそのあまりにも極端な強制であれば、それはおかしいということになると思いますけれども、それはまさに社会通念に照らして、業務上必要があるかどうか、そういったことから判断をしていく、とこういう答弁だったというふうに思いますけれども、はい、福島瑞穂君。でも、ハイヒールの高さを決められるっておかしくないですか、靴の。 ぺっちゃんこでもいいじゃないですか。そっちの方が安全だし、実は疲れないんですよ。メガネなんで女性だけ禁止するんですか。どんな合理的理由があるんですか。女性にだけ。これは男女ともにメガネ禁止じゃないんですよ。女性にだけメガネ禁止。女性にだけパンプスハケこれ明確に職場の中のハラスメントじゃないですか。どうですか。加藤大臣。 あのそれはのその方のおやりになる仕事によって、それはいろいろまちまちなんだろうと思います、世の中、いろんな仕事があるんですね一概にこうだというふうには割り切れない部分があるんではないかなと、ただ、先ほど申し上げた眼鏡の,のケースも申し上げましたけれども、まあ、明らかに同じ仕事を男女が同じようにしていて、こうだっていう、それはやっぱりおかしいって、それはそうだとは思いますけれどもはい福島みずほ君いやあの、食い下がってすみませんが、分かりません。 女性にだけ眼鏡を禁止するのがどんな合理的な職場があるんですか。加藤大臣いやですから、男女が共に働いていて、そしてその中で女性だけ禁止するというのは、先ほど申し上げた男女雇用均等法から見ても、趣旨には反するんではないか、そぐわないんではないかということは申し上げました。ただ、その仕事が、その人が特定と、ある種の特定の人がですね、特定っていうか、いろんな意味になってしている、その仕事において、 そうしたメガネをつけないこととか、ハイヒールを履かないということが必要かどうかっていうのは、これは社会通念上、見ていかなければならないんじゃないかなということを申し上げているわけです福島みずほ君、はいえー。均等法の趣旨に反すると言っていただいたので、その趣旨を生かして、今後、このような服装規定が趣旨に反するという立場で、職場から一掃されるように、えー、きちっとあのチェックをしてください、えー。コンタクトが合わない人もいるんですよ。 本当にドライアイでたまらないとか、で眼鏡を、あのかけ眼鏡じゃないとダメだっていうと、首になってるんですよ、なんで女だけ見た目が言われるのか、受付で、客室乗務員で、ジェンダーじゃないですか、これについて、職場からこのようなあの強制が行われないよう、厚生労働省は趣旨には反すると言ってくださったので、しっかりやってくださるようにお願いいたします。 で指針案についてお聞きをいたします、セクシャルハラスメントの場合、どういった事例がセクハラに該当するか書いてありますが、該当しない例は書いてありません、セクハラに絶対ならないということを書くことが問題だからです、しかし、今回の、えー、パワハラ指針案では、ならない例というものが書いてあって、これが会社の言い訳の口実になるのではないかという指摘があります。経営上の理由にににより一時的に能力に見合わない 敬意な業務につかせること該当しないとしてありますがこれを口実にされる場合があるなんでセクシャルハラスメントは該当しない例を書かないのにこの場合パワハラは書くんですか藤沢局長 10月の21日の雇用環境均等分科会で、あの事務局からお示しをしましたあのパワハラの防止の趣旨の草案についてのお尋ねだろうと思います。あの昨年12月の労政審の権議におきまして、パワハラにパワハラスメントに該当する例しない例をあの示す。 ということが適当とされたことを踏まえまして、労使にもご参加い,い,いただいたあの平成30年3月に取りまとめられました、職場におけるパワーハラスメントの検討会報告書で示されている例も参考に、職場のパワーハラスメントに該当しないと考える例をお示しをしたところでございます。ままたあの,指針の素案におきましては こうした例に関する記載の前提としまして、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること等にあの留意が必要であるという旨を記載しているところでございます。 企業においてパの相談であったり、あるいはの事実確認等がなせる場合には、その点も十分に踏まえた対応がなされるようにしていきたいと考えております。であの分科会ではあの、今申し上げましたと案相談をもとに引き続きご,ご,ご議論いただいたところでございまして、委員の方々からはさまざまなご意見をいただきました、引き続き分科会において議論を深めていただいて、あのその結果を踏まえまして、指針を策定していきたいと考えております。はい 福島みずほ君ならないでって書いたら、企業の言い訳例になりますよ、これやめてください、えー、そして、えー、私は10月21日の検討会を傍聴しました、国会の審議って無視されてると思いましたよ。 今まで労政審で国会の議論を、付帯決議を無視した例ないですよ、国会の審議を無視してるんですよ、だから本当に驚きましたし、本当に怒っています、えー、このこの我らが厚生労働委員会参議院の付帯決議全会一致、えー、9項の1なんですが、資料としてお配りしています、労働者の主観にも配慮すること、これ、明記することって書いてありますが、えー、この指針案にはありません、どうですか。 はい、藤沢局長は初めの、えー、9月の18日の分科会におきまして、えー、と指針の主な柱立てということで、骨子案をお示しをしつつ、付帯決議も、そのご指摘の付帯決議もあの参考資料として、えー、提出をし、かつあの事務局の方から付帯決議の給与の内容もあのご説明をした上で、 ご議論をいいいたただところでございますでその上で、10月の21日の分科会で、えーっとさ、先ほど申し上げましたその指針の素案をお示しをしてございますけれども、付帯決議の内容や、その9月の分科会での議論なども踏まえまして、職場におけるパワーハラスメントの2つ目の要素であります、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、 で,であるかという判断を行う際の一つの要素として、言動を受けた労働者の属性や状況を記載をした上えで、個別の事案の判断にあたっては、こうした事項に十分留意をし、丁寧に事実確認等を行うことが重要であることを記載をいたしましたほか、相談対応や事実確認の際に、非行為者の心身の状況にも配慮すべきことを記載をしたところでございますで、えーっと。こののの案に基づきまままして10月21日の分科会であの委員の方々からさざな ご意見いいいただいただところでございます引き続き、指針の内容があのパワーハラスメントの防止対策の実効性を確保する観点から、またあの定義や付帯決議を踏まえまして、具体的で分かりやすい形であの厚労省が合意できるものとなるよう、引き続き努力をしていきたいと考えております、はい、福島瑞穂君。指針案、ダメなんですよ。 撤回してしてほいいぐらいですでこの指針案に関して、主観も考慮するって入ってないんですよ、明日検討会が開かれますが、本人の主観も考慮するって、指針案、修正して出しますね藤沢局長。 あの分科、えー、会を開催することはご指摘のとおりでございます、明日もご議論いただきたいと思いますが、あの繰り返しになりますけれども、えー、具体的で分かりやすい形で厚労省が合意できるものとなりますように、引き続きあの事務局としても努力をしていきたいと考えております福島瑞穂君。付帯決議で全会一致で、まさに旧項で明記するって書いてあるんですよ、なんでこれ無視するんですか、入れてくださいよ、ちゃんと入れてください。 次に、えーセクハラ、セクシュアルハラスメントの場合、えーですね、あごめんなさい、ごめんなさいえー、セクシュアルハラスメントは対価型と環境型に分けられています、でヌードポスターを貼ることは環境型のセクシュアルハラスメントとされ、それが出たために、生命保険会社の女性の水着の卓上カレンダーなども、職場から姿を消しました。 裁判は圧倒的に対価型が多いです私はセクハラをやってきた弁護士なんですが、環境型の裁判は少ないけれど、実は職場の環境型が非常に大きいわけです。パワハラも環境型があります。職場でお前なんか最低の人間だ、クズだという言葉が横行している状況は、相手の労働者だけではなく、それを聞いている労働者も場合によっては精神的疾患にかかってしまう。配偶者にに対対すするる暴力が子子の面前で行われれば子供に対する虐待で あると法律改正されました、えー、面前 dv ですねパワハラソジハラも同じです指針案は相手の労働者に対することだけを問題にしているが環境型もあります環境型をしっかり指針に盛り込むべきではないですか藤沢局長法律上のあの定義といたしまして職場におけるパワーハラスメントは優越的な関係を背景とした言動であって 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境がまがいされるものというふうな定義づけがなされたところでございますであのこ。こうした法律上の定義を踏まえました場合に、言動の直接の相手ではない、その周囲の労働者に対しても、優越的な関係を背景として行われたパワハラに当たると。 失礼します、優越的な環境背景として行われた場合に当たると言えるかどうかについては、その,その状況等も十分踏まえる必要があり、こう一概には判断が難しいというふうに考えられるところでございます福島瑞穂君。指針案がどうしてこうなったかというと、裁判例、裁判例よりも狭くなっている部分もあるんですが、裁判例に引きずられてるんですよ、だから過失捜査みたいな概念も入ってきちゃうし、環境型、裁判は圧倒的に環境型はないで、あまりないんですよね。で パワハラもそして、そじはらも環境型があるんです、指針案の意味は何か、指針は書いてもらうことで、企業に対して、使用者に対して、労働者に対して、啓発、教育ができるわけですよ。だからこれはぜひ、環境型も入れていただきたい、環境型で職場の環境悪化しますので、それは入れてくださるよう、強く要望をいたします。で 資料としてお配りしていますが、セクシャルハラスメントの場合は、事前、事後と分かれ、事後の対応もちゃんとやるとなっておりますが、事業主が講ずべき措置のポイントですが、事業主の方針の明確化、およびその周知、啓発と相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備は事前の対応です。職場におけるセクシャルあハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応などは、事後の対応、つまり処分するための措置です。事前に取りなければ

沢局長パワハラの,その起こります事前の対応と、事後の対応がどうかというあのことだと思いますけれども、両方ともあの指針の案に、素案に書いてございますので、それで対応していきたいと考えております福島みずほ君。はい、これがはっきり分かるように、事前はもっと広く啓発すべきなんですよ、環境も含めて、事後はそのことに対する対応、それが分かるように、指針案を書き直していただきたい、そのことを強く要望いたします。 はい、でジハラについてお聞きをいたします。 不対決議9項の3で、えー、筋原に関して明記するというふうに書いてあります、職場におけるあらゆる差別をなくすため3、えー、9項の3です、職場におけるあらゆる差別をなくすため、性的指向、性自認に関するハラスメント及び性的指向、性自認の望まぬ暴露である、いわゆるアウティングも雇用管理上の措置の対象になりうること、そのためアウティングを念頭に置いたプライバシー保護を講ずること、これはし かかり明記されてますか藤沢局長10月21日の分科会でお示ししました、その草案でございますけれども、えー、付帯決議の9の素案の内容を踏まえまして、えー、性的指向性自認に関するハラスメントや、あのいわゆるアウティングが、えー 雇用管理上の措置の対象となりうること、すなわち、えー、パワハラに当たりうることをお示しをするために、パワハラに該当すると考えられる例としまして、相手の性的指向性自認に関する侮辱的な発言をすること。 それから性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに、他の労働者に暴露することを記載をさせていただいております。引き続き、具体的で分かりやすい形で、厚労省が合意できるものとなるよう、あの事務局としても努力をしていきたいと考えております、はい、福島みずほ君。LGBT の人たちが本当にがっかりして、このことについて指針案見直せと言っています。なぜか これ、例一として挙げられているだけで、ソ置ハをきっちり9項の3で私たちが言ったように、これが問題であるという書き方になってないからなんですよ。ですから、ここを直してほしい、収集、これは直してほしいというのを強く要望いたします。で えっと指針、素案の4ページを見てください、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な発言をすること、含むというふうに書いてあるわけですが、相手のっていうのをこれを削除すべきではないか、削除してほしいっていうのが、当事者たちの強い要求です、なぜか、当事者がどうかっていうのは分かんないんですよ。 カミングアウトしてないなだから職場で非常に LGBT に差別的な発言が横行していると、カミングアウトしていない当事者はものすごく傷ついてしまう、それから当事者でなくても家族、あるいは LGBT フレンディーな人はこんな職場嫌だって、ものすごく傷つくわけですよね、相手のっていう、そういう問題ではない。 当社がどうか、相手の有無にかかわらず該当するようにすべきではないか、えー、ということはいかがですか、相手の、これを削ってください。藤沢局長 あのさ先ほど答弁を申し上げましたあの例としての1つ目の相手の性的指向性自認に関する侮辱的な発言をすることの相手のの下りでございますけれども、えっと、あのそのご指摘のようにその相手のというあの言葉を削除をした場合には LGBT の当事者の方があのその場にいると知らずに行われた特定の相手 知らずに行われた特定の相手に対するものではない言動もパワハラに含まれることとなりますけれども、こうした発言がパワハラに当たるかどうかにつきましては、先ほど申し上げましたパワハラの法律の定義を踏まえた整理が必要であるというふうに考えております。 福島みずほ君職場には実はたくさん LGBT の人がいます、カミングアウトしてないだけです、そこで相手が、L、例えばゲイの人に直接相手に言った、これはソジハラだけれど、一般的にき気持ち悪いよねとか、気をつけようねみたいなことを言うことがソジハラにならないんだとしたら、当事は傷つきますよ、だってカミングアウトしてないんだから、そんな職場がいいわけはないんですよ、ですから、整理が必要だとおっしゃいましたが、整理してください、相手のこれを削ってください。 カミングアウトじゃない当事者がどれだけ多いか、そして当事者でなくても、えー、その LGBT 差別が横行する職場は、ものすごく働きにくい職場ですよ、よろししくお願いしますすどうですか藤沢局長。 あのえっと、繰り返しになりますけれども、指針の記載につきましては、あの現在、あのえー、老衆人雇用環境均等分科会であのご議論いただいているところでございます。えー、法律上のおおパワハラスメントの定義や付帯決議を踏まえまして、えー、具体的で分かりやすい形であの厚労省が合意できるものとなるよう、引き続き努力をしていきたいと考えております、はい、福島瑞雄君、はい。東京新聞の記事をつけておりますが、職場でカミングアウトしてない統治者がいかに多いかということをです、ね、あついてないあついてない いかに多いかということを考えて、それはぜひ指針に入れてください、出なかったら意味がないですよ、相手がゲイだと分かってて、その人に対して侮辱的に言ったらそじはらだけれど、一般的にそういうことをガンガン職場で言ってて、全然それがそじはらにならないんだったら意味がないですよ、職場の改善にならないですよ、指針が未来の日本の職場をよくするものになるように。 えー、厚生労働省、根性を入れて、ぜひ作り直してください。よろしくお願いします。アウティングについてお聞きをいたします。指針素案の5ページから6ページにかけて、私、え、的、ー、なことに過度に立ち入ることの部分ですが、機微な個人情報の取り扱いに留意するよう、周知啓発が重要であるとされています。周知啓発が重要であることは、付帯決議9の3でも、アウティングを念頭に置いたプライバシー保護を講ずることを求めています。この対策についてはどううするんでしょうか 富士山局長。 今ご指摘の部分は、あの10月21日の分科会であのお,お示しをしました素案では、労働者の性的、指向性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに、他の労働者に暴露,暴露するような事例が生じることのないよう、こうした機微な個人情報に関しては、その取り扱いに十分注意するように、労働者に周知、啓発することが重要であることをあの記載をさせていただいたところでございます。で10月21日の分科会 でこの草案をもとにご議論いただいたところでございますが、この点につきましても、引き続きあの分科会で議論を深めていただきたいと考えております福島瑞穂君。厚労省におきましては、この9項は1、2、3含め、他の検討するではなくて、次の事項を明記することってやってるんですよ、国会が、明記することって書いてあって、明確にこれがなってないから、今日質問をしております、国会の審議を生かしてくださいよ。 全会一致なんですからそれを強くあの申し上げます、えー、まさにえ措置原のところで積極的な措置を講ずることこれをちゃんとめもさらに明記してくださるようお願いいたします先ほど、えー、田村委員の方からカスタマーズハラスメントなどについて意見がありあの。えー 質問がありました、えー、この9項の2でも、えー、自社の労働者が取引先、顧客等の第三者から受けたハラスメントおよび、自社の労働者が取引先、就職活動中の学生等に対して行ったハラスメントも雇用管理上の配慮が求められること、雇用管理上の配慮が求められるというふうになってないんですね。で えー、就活するときに女子学生がセクシャルハラスメントを受けている例は、ハラスメントを受けている例は5割というデータがあります。えー、最近です、ね、ですすすねね要るるにに弱みつけ込まれるんです、ね 若い女性だし、弱みにつけ込まれる、そしてそれで裁判を起こせないし、えー、起こしにくいし、黙ってしまうから、5割が起きてるんです、だからこそ国会で議論になったわけです、でこれに関して、この指針案では不十分だということで、この点に関して、大学生有志が声明文を出しております。 さまざまな大学の大学生が声明文をさらに発揮をいたしました、指針案に関して、配慮すべき内容が明記されていない、いかがですか藤沢局長。 10月の21日に示しを示す法案で、今ご指摘の、まず就活生やなどの労働者以外の方に対する言動でございますが、事業主が職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化を行う際、明確化等を行う際に、就職活動中の学生等の求職者や個人事業主の方に対する言動についても、同様の方針を合わせて示すことを望ましい取り組みとして記載をするとともに、 いわゆるカスターハラスメントにつきましては、相談体制の整備や被害者への配慮のための取り組みなどを望ましい取り組みとして記載をさせていただきました。これも委員の方々から様々なご意見を頂戴したところでございます、引き続き分科会におきまして、議論を十分深めていただきたいと考えているところでございます。はい 福島みずほ君法律を補強する意味で、付帯決議を国会はつけたわけです、望ましいではなくて、やっぱり指針案作るときに、このさまざまな声を聞いて、もっと踏み込んでくださいよ、今の状態では不十分です、望ましいじゃなくて、ちゃんと会社は、例えば啓発、 やれと、ちゃんとやれと、それやらなかったら問題であるし、就活するような労働者は許さないっていうぐらい、当事者が、あるいは会社が持ってくれるようにあのやってほしい、今回、なんで指針を作るのか。 職場のパワハラえセクハパパ、パラハラスメント、就活性に対するハラスメント、カスタマーズハラスメント、私たちは根絶したいからじゃないですか、法律に漏れ込まれなくても、付帯決議に書いてあって、これは問題だということを、ぜひ指針でもっと生かしてください。国国会会の審議と不対決議と決を生かす国会は あの無質でいい存在ではないはずです、指針案、これ、根本的に修正し、やり直し、きちっと入れてくれ、厚生労働者がここで足を踏み込むか、頑張るかどうかで、これからの日本の5年、10年、20年、変わるんですよ、就活生の人生が変わるんですよ、だから、それは入れていただくことで、指針をいいものにつくることで変わるということで、申し上げたいと思いますぜひ明日出す。 え指針案、修正して出してほしい、それから最終的な指針も国会審議踏まえ、みんなから歓迎されるものに本当になってほしい、そのことを強く要望いたします。 公立病院、公的病院の再編統廃合問題について、羽賀委員から質問がありました。私もあの一言質問いたします。公立病院、公的病院に関して、厚労省は診療実績が特に少ない場合や、似たような病院が近くにあるなどして、再編や統合を進めるために、424の病院の名前を公表しました。でですね、これ、非常に首長や当事者からも声が上がっております。 地域医療を考えるのであればなぜ公立公的病院だけリストに上がっているんですか今後民間についてはどうするんですか今後議論どう進めるんですか吉田医政局長お答えいたしますまずあの今回一連の取り組みさせていただいておりますのは地域医療構想をもってしてそれぞれの地域において良質な医療を効率的に提供するという大きな流れの中で先行して ここの個々の病院の具体的な対応方針をお決めいただきました公立公的病院について、急性期を中心とする客観的な診療データの実績をお示しした上で、今おっしゃっていただきましたような分析も加え、地域における議論をよりその尽くしていただくという趣旨から、公立公的についてお示しをしたものでございます。民間病院のの状況についいいててお尋ねがござまましししたが私どもととししはは地域医療全体を見直すという観点からは 民間医療機関についても、その競合状況について可視化を行う必要はあると考えておりまして、この一連の地域医療構想、地域医療をめぐる国と地方の協議の場においても、私どもその提供に向けて、準備を進めているということを申し上げたところでございます。今後につきましては、全体、私どもとしてはこのお示しをさせていただいた分析などを踏まえて、それぞれの地域においてご議論が進むよう、そして国としてそれを支援するよう取り組んでまいりたいと思っております、はい。 福島みずほ君この424のリストに関してさらし首だ晒し者だという意見が出ています実際あの病院は潰れるかもしれないから行くのやめよう実際そういうことが起きているんですよ地域はものすごくこれはもう本当に大変なことだっていうふうになってこれが百害あって一利なし悪い影響を与えておりますで、車で20分行けるところに同じような病院があるかどうかというのは基準の1つと聞きました診療実績は特に少ない類似かつ近接という2つの判断基準が設けられていますが必要 であるっていう地元の声が上がっています、えー、離島や他の病院では代替できないというところも上がってるんですね、八丈島、えー、国民健康保険町立八丈病院、奥、え、尻、ーえー、町、奥尻町,お町国民健康保険病院、これ、類似かつ近接のものがないんですよ、島のほとんど唯一の病院、どうなんですか、はい、吉田局長。 お答えいたします今回お示ししました分析には、今委員ご指摘いただきましたように、それぞれの高層区域内においている医療機関の競合状況、えー、近接また類似というものと同時に、それぞれの診療実績が特に少ない会否か、これは急性期医療に着目したデータもお示しをしております。ここにについいててはは今いろいろとご指摘たただきましたけれども病院によってはその 個別に診療知識が特に少ないか否かという視点から、今回、再用性という形でお示ししたものもあるということは、ご理解いただきたいと思います。福島水穂君過疎地でね 離島で、ね、人口少ないところで、えー、診療実績少ないって言うけれど、みんなそれに頼ってるんですよ、それは必要じゃないですか、その病院なくなったら、その地域住めなくなりますよ、えー、宮崎の東病院、結核難病の病院で、地元で本当に大事です、国立病院機構、宮崎東病院、えー、北九州市立総合療育病院、えー、これは診療実績が少ないとされてるんですが、えー、障害のある子どもたちにとって必要な病院です、なんでこういうのがやり玉に上がってるんですか。 吉田局長お答えいたします、まあ、今回お示ししたもの、急性期に着目して、またあの離島も含めてそれぞれの高層区域を人口規模別に一応、総化した上で比較をしたデータということにはなってございますが、あくまでもこれ、全国的な分析を公平に行う観点からお示しをしたものでございますので、個々の医療機関、あるいは個々の地域事情においては、例えば、 急性期以外の機能になっているケースでございますとか、あるいは今回のお示しした分析だけでは判断しえないような診療領域ですとか、地域の実情に関することも中にはあろうかと思います。そういうものにつきましては、地域において、それぞれの地域医療構想、検疫構想会議においてご議論をいただく、そのご議論を促すために今回お示ししたと。 いう趣旨でございますその点については、関係者の方々、あるいは地域の方々に、よりあの私どもの趣旨を丁寧にこれからもお伝えし、それぞれの地域においてご議論が進むように、我々としては働きかけてまいりたいと思っております、はい、福島瑞雄君。地域にとっていろんな事情があるっていうんだったら、424のリストをこういう形で公表すべきじゃないじゃないですか、県で議論してくださいってやればいいじゃないですか、こんなことやって医療壊れますよ、医療の充実ではなく、壊すことになるということを強く申し上げ、質問を終わります。 <laughs> 午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。 だから